皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。いつも僕ですね、仮面ライダーとかゴジラとかおもちゃいろいろ買ってますけれども、バンダイさんのおもちゃってだいたい毎週土曜日に発売をするんですけれども、先週今週とですね、実は仮面ライダーもゴジラもおもちゃの販売がほとんどなくて、まあ、仮面ライダーのライドウォッチはあったんですけれども、まあ、逆に言うとそれしかなくて、で食玩の販売もそんなにっていう感じなんで、あんまりレビューできるおもちゃが今手元にないんですよね。なので一応ね、既存ですでに僕がもうだいぶ前に買ったものとかも含めてちょっとレビューできそうなものを今日はレビューしていこうかなと思っております。というわけで本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。プレミアムバンダイ魂ラボ仮面ライダーブラック RX リボルケインです。はい、こちらは去年の春に予約が開始されまして、その年のですね、去年の10月に発送となりました仮面ライダーブラック RX の武器でありますリボルケインのおもちゃですね。定価はですね約2万円という非常にですねお高いおもちゃだったんですけども、まあ僕もね、年齢的にはもうブラックとブラック RX ドンピシャ世代でございますので、まあもう釣られて買ってしまったっていう次第なんですけれども、まあとにかくでかいんだこれ。まあマジでほぼ実寸なのかな、うん、なのでちょっとね紹介するにしても去年ねこれ発売した当初は僕ノートって言ってブログでおもちゃの紹介ずっとしてたんですけれども、これもね写真撮るのが結構大変だったんで、実はその時もね全然記事にはしなかったんですよね。なんですがまあちょっとねいい機会ですので今回動画に収めていきたいなと思います。パッケージ正面にはめちゃめちゃかっこいいブラック RX と、まあ、いろいろ書いてありますけども、光る、鳴る、BGM、ボイス、そして回転って書いてありますね。回転ってすげえよなって思うけど、まあ実際これがどういうことなのかっていうのは中身を紹介していってご紹介していきたいと思います。それでは開けてまいりましょう。はい、中身はこのようになっていて、サンライザーバックル、リボルケインの本体、そして刀身、そしてそれぞれの台座ですね。あと説明書の他にこのようなものが2つついてきておりまして、まずこっちがですね、ブックレットになっております。ブックレットの中身は RX の詳しい内容が結構書かれていて読み応えのある内容となっております。そしてこちらがですね非常に素晴らしくテンション上がるもので、これ表面めっちゃかっこいい RX 映ってますけど、これ裏面がですねなんとドン、なんとですねこのスーツアクターの岡本二郎さんの、まあ、直筆ではなくてコピーなんですけれども、でもね、メッセージが書かれてます。これで君も太陽の子だというね、もうテンション上がりますよね。では一つ一つ見ていきますよ。まずこちらのバックルですね、これは台座とこんな感じで独立します。まあ台座はね普通にプラスチックでできてるんですけれども、なんとこちらのバックルはダイキャストでできております。いやーこれすごいこうもう重くてねすごいいいんだよ。でこれさ、ここがねクリップ型になってるので、まあ、普通にねベルトとかズボンとかにこうガシャってつければまあ言ったらベルトみたいな感じでバックルとして本当に使えますので、まあ言ったらこのリボルケインを使ってリアル RX になることもできます。刀身の台座リストビットの方はこのようになっていて、片方はマークがついてますね。実際こちらはプラスチックになってね非常に軽い作りになっています。そしてめちゃめちゃ長いこちらが刀身ですね、まあ、まるで蛍光灯みたいになってますけれども、これね当然先っぽはこんな感じで丸みを帯びていますが、反対側はこうなってて本体と接続をすることも可能でございます。後ほどちょっとやってみたいと思います。そしてお待たせしました、こちらがリボルケインの本体でございます。まあ、台座はねさっきの刀身の台座と一緒でプラスチックになっていて、こちらはね、まあ、特に特徴とか特にないんですけれども、こちらがリボルケインの本体でございます。いやこれね結構ね前の方はまあ機械ぎっしり入ってますので重たいんですけれども、とはいえねちゃんとこの刀身の部分をつけても振り回せるぐらいの重さですので、そんなに違和感はございません。まあ、程よいずっしり感って感じですね。ではいろいろ遊んでいきましょう。まずですねこちら側、こっち側に爪を引っ掛けるとこがありますので、ここに引っ掛けるとここが開きます。こちら3つのモードがありまして、左の1がセリフありモード、右の2がセリフなしモードになっています。真ん中が電源オフですね。なのでせっかくなので今からセリフありモードの1に切り替えたいと思います。そう、モードを切り替えただけでこのね本編が始まる前のオープニング前の仮面ライダーブラック RX って書いてある時の音が流れるんですよ。もうこれだけでさテンション上がるよね。で本体あるんですけれども、まず上にあるここが BGM ボタン、そして下にあるここがセリフボタンですね。でひっくり返したここがトリガーボタンになっています。それでは早速トリガーボタン押してみたいと思います。最高でしょこれ
実際ね、演じられた倉田哲夫さんのリボルケインの声とともに、ここが回転するんですね。あの箱に書いてあった回転っていうのはこういうことでございます。今一回電源をオフにしたんですけれども、今のね風車の回転、これ実際どのようにして遊ぶかと言いますと、バックルと台座をこうやって近づけた状態でボタンを押してここの台座にセットすると、そうですね、リボルケインはベルトからねこうやってニュって出しますので、まあこれをねうまく再現することができますね。ちょっと言葉が詰まりましたけれどもいやーほんと素晴らしいな、この再現はほんとテンション上がる。それでは頭身パーツはめてみたいと思います。リボルケインの本体の先っちょを、向きを合わせて刺すとこんな感じです。いやすげーかっこいいっしょこれ、めっちゃテンション上がりますね。そして頭身をはめた状態でここのボタンを押すと、なんとねこれブルーに光るんですよ。もう先までねきちんと綺麗に光るんだよな、すげえかっこいいよね、これめっちゃテンション上がるよね。では今一度ですね電源を入れ直しましたので、この状態でセリフボタン、こちらを押していきたいと思います。一発目、いやーキレッキレの声が聞こえるね。では2音目、アレックスキック、いやーかっこいいな。行きましょう3音目、アクロバッタですね、青いバイクですね、 RX のバイクになります。では4音目、はい、ライドロンは RX が乗った車ですね。まあライダーっつってんのに車に乗った走りですよ。これドライブの走りですよ、ある意味ね。そして風車を回してここの光がついている状態でもう一度トリガーを押すと、こんな感じで刀でね切り合ってる時の音と掛け声がランダムで流れます。そしてこの状態でもう一度セリフボタンを押すと、こんな感じで最初の4音とは別のですねセリフが順繰りで12音流れます。これはシャドウムーンの足音ですね。やめろノブヒコ、やめるんだ、この地球は俺が守る、やはりクライシスか、貴様正体を見せたらクライシス帝国のものだな、この世に光があるかり、仮面ライダーブラック RX は不滅だって感じで一周するっていう感じですね。あとトリガーを長押しすることでボーナスセリフを聞くこともできます。たとえ全てのエネルギーを失ってもキングストーンがある限り俺は蘇る、何度でもリボルケイン、そしてですねこちらの BGM ボタン、こちらを押しますと4音音楽が流れることになっております。では1音目です。はい、こちらブラック RX の主題歌ですね。ちょっと歌詞流すわけにいかないんでここで切りますね。同じボタンを押すとストップになります。2音目です。挿入歌の運命の戦士、こちらが流れます。もう一度押すとストップです。3音目、こちらも挿入歌の光の戦士が流れます。4音目、
こちらバトル ORX が流れます。ちなみに BGM を流しながら、先ほどのセリフを流すこともできますね。みたいな感じで、ちなみにセリフ流してるときは若干 BGM が小さくなります。ちなみにこちらリボルケインにはクライマックスモードというのが搭載されていて、ちゃんとね決められた順番で長押しと短く押すのをこうやって繰り返していろいろと押していくと、最後に爆発音を鳴らすというですね、言ったら RX の決めポーズを再現することができるっていう超テンション上がるモードがあります。今回は省略いたします。というわけで本日は仮面ライダーブラック RX の武器リボルケインをご紹介いたしました。実際台座がありますので部屋に飾ってるとねものすごい映えるんですよね。実際僕はテレビの前に飾ってるんで若干邪魔なんですけれども、でも本当にね置く場所が家ないからしょうがなくそこに飾ってるだけで、実際玄関がちゃんとある家だったら僕だったらねドア開けたところとかにこういうの飾っておきたいななんて思う一品でございます。本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。